こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今日のトピックは何ですか東大早朝宛てに届けられた不思議な段ボールが大騒ぎのもとになっています。この件に一枚噛んでいるとされる赤門ネットワークという謎の組織、その動きに世間の目が集中中。今回のボタボタは、東大入学に関する署名運動が火種、ね、署名入りの荷物を送ったのに、大学側はいらない、と突っぱね、波紋が広がっています。 さてこの問題の段ボール11月15日を昼過ぎに黒猫大和が文京区本郷の東大へお届け送り状にはなんと「受け取り自体と書かれていたのにしっかり到着結果東大は荷物を拒否し送り主に送り返すドタバタ激鋭しかしここで気になるのが箱が何者かに開けられた形跡があること中身に何があったのか誰が見たのか謎は深まるばかりです 公開された写真には、こじ開けられた箱の側面がバッチリ写っており、中を見てから送り返したんじゃという疑惑が浮上。どうやら中身は約1万人分の署名がファイル形式でぎっしり詰められていたらしく、大学側の対応には、あれこれでよかったのと多くの声が上がっています。署名ってデリケートなものですよね。 慎重に扱ううべきだったのは言ままでもありません荷物の扱い方にもいろいろ選択肢があったはず受け取りたくなければ一旦受け取って適切に処理するなり廃棄方法を明示するなりやりようはいくらでもありましたそれなのに今回取られた開封してからの拒否というムーブ混乱を増幅させる結果にこんな対応じゃ大学の信頼だって下がっちゃいますよねさらに 黒猫山との配送っぷりにもスポットライトが当たっています。荷物が壊れたのは配達中という声も出ていますが、配送業者がわざと壊すなんて話は、ほぼ都市伝説レベル。むしろ、東大が、中身なんだこれと箱を開けて確認し、その後送り返したという説の方が説得力があるようです。いずれにせよ、この大騒ぎの真相について、もう少しきっちり説明してほしいところですね。さて、この署名騒動の背後には、 久仁ヒト様の特別入学枠という謎の影がちらついています。何でも、皇室の久仁親王が東大進学を視野に入れているとかで、それはズルじゃないと署名運動が盛り上がったという噂です。とはいえ、特別枠反対と叫ぶその運動も、やり方が強引すぎると批判されています。この件を深掘りするなら、皇室教育の方針の違いにも注目する必要があります。紀子様は 好位継承者は輝かしい経歴が増すと、というお考えのようですが、秋篠宮さまは、いやいや、本人のやりたいこと優先でしょう、とかなりのんびりスタンス。この夫婦間の温度差が、悠仁さまの進学選びにどんな影響を与えるかも気になるところです。一方、東大が署名を受け取らなかった理由については、そもそも署名って法的に効力あるのとか、社会的にどんな意義がと疑問を持つ声も、でも、 受け取り拒否が特権意識丸だしとみられるリスクも無視できません開封後に変装っていう対応これはただのポカでは済まないかなり痛いミスかもしれません今回の問題は東大の対応だけでなく皇室や日本の教育システム全般への不満も巻き起こしています悠仁さま騒動がここまで燃え広がった背景には透明性の欠如や公平性への不信感が大きく関係しているようです そそろそろ日本社会全体で公平でオープンな教育制度を本気で考える時期が来ているのかもしれませんね。悠仁親王の東大進学をめぐり母親の紀子妃は東大こそがふさわしいともオプッシュ一方父親の秋篠宮殿下はいやいや本人が選びたい道を進ませようよトリベラルな姿勢を見せているとかこの二人の温度差が家庭内の空気感を微妙にしている模様です。 キコヒが考える理想の公室キャリアプラン果たして国民の支持を得られているのかというとそこがまた微妙なんです現在筑波大学附属高校に通う久人信玄進学校として名高い環境で湘南館大学を目指す風潮の中にいるわけですが果たしてこれが本人の望む進路なのかという疑問は残りますさらにには後続として身につけるべき 帝王学2作時間が減っているんじゃないかと心配する声もちらほらそして議論の焦点は推薦入試特別な選考プロセスが絡むと噂される中いやそれ公平じゃないでしょうという批判も出ています昭和天皇が皇族は国民と競争するべきではないといった言葉の解釈を秋篠宮家がどう受け止めているのかここもまた注目ポイントですさらに学習院大学でもよかったのでは といいう意見も根強いんです皇族教育の伝統があり天皇として必要なスキルを磨くにはぴったりの環境とされる学習院をあえて外してまで東大を目指す理由それがエリート志向だと感じる人も少なくありませんこの決定が悠仁親王の意思なのかそれとも周囲からのプレッシャーなのか真相は霧の中一方で悠仁親王がトンボ研究に興味を持っているなんて話もありますねでも どうやらその熱意にちょっとがついている様子。全国飛び回ってトンボを追いかける、みたいな情熱は見えなくて、皇居内の観察で満足しちゃっている感じ。これじゃ、本当に好きでやってるのって突っ込まれても仕方ないですよね。熱量が足りないと、どうもその研究の本気度が疑われちゃうのが現実です。学問や研究で一番大事なのは、やっぱり、自分で本気で好き。 っていう気持ちじゃないですかテレビでよく見る若手研究者たちみたいに好きなことを全力で語る姿ってそれだけで見る人を引きつける力がありますよねそれに比べて久人神王の場合そういう情熱があまり感じられないからちょっとした議論の種になっちゃってる仮に東大に進学したとしてそれで天皇としてのスキルアップになるのって疑問がつきまといそうですしかも 将来天皇として国際的な場で活躍するなら語学力とか日本文化への深い理解が必須ですよね。でも今の教育を見る限りそういう準備がバッチリ整ってるかと言われると微妙。例えば韓国語とか中国語みたいなアジアの言語を学んで近隣諸国との関係を深める努力とか全然聞かないですよね。やればいいのにやってないのが謎です。それに欧州の皇室を見てみると 国際感覚もも教養もめっちゃ高い彼らって何か国語もペラペラで多文化知識も豊富じゃないですかそれに比べると日本の皇族はちょっと内向きすぎる印象これを改善するにはやっぱり子どもの頃からの一貫した教育が鍵ですよねそれから皇室って特権的なポジションなんだからそれを生かした教育環境くらい整えられたはずなんですよ例えば学習院大学で特別講師を呼んで 興味のある分野をもっと深掘りする機会を作るとか、そういうのができるのも皇族の特権なのに、それを使わないのは正直もったいない。そんな中で、久仁親王が東大進学確定とか言われても、それが本人にも国民にも一番いい選択だったの手首をかしげたくなる。家族の決定プロセスを一回見直して、これからの皇族教育の方向性を再考するタイミングかもしれませんね。さて、 これについて日本の人々はどのように反応したのでしょうかその一部をご紹介します青年にもなって悪いことも良いこともわからないようでは常識もなく一般人よりも自分で理解できない知的障害ですね恥ずかしいことさえわからない政府宮内庁日本の低レベルトントン大学行って院まで行って博士号を取るとこまでシナリオできてるんですかね 親も誰かにやらせた博士号を持ってますもんね。皇族やめてほしいな。英子女王や英宮家といい伝統ある皇族が何やってんだか。だいたい悠仁さまが地区府から推薦されたのは確実なのか。どこからの情報、地区府が表明したのか。東大からしたら、悠仁さまも一受験生。こんなの受け取っていたらきりがない。情けない学術組織ですね。東大ってところは、こんなところ行っても、 働いていても、ろくな人間にならないのでしょう。勉強ばかりしてきて人としては、からっけつなそやな人間の集まりなのですね。灯台は地に落ちました。国民の声は聞かない。それどころか国民を馬鹿にしている。相当に傲慢です。アンド&、ズルボーはすでにズル人という呼び名が普通になっていますね。この名をしっかりと記録に留め、 全世界に広げましょう。一生ずるを背負って生きてもらいましょう。これで田野倉ゼミでピーナッツ作っておじさんと一緒に白馬に乗って長野めいちゃんと合コン三昧。四国美人留学生と一緒になって団径維持。秋新大喜び。宮内庁大喜び。東大は地に落ちました。国民の声は聞かない。それどころか国民をバカにしている。相当に傲慢です。&。ズルボウはすでにズル人という呼び名が普通になっていますね。 この名をしっかりと記録に留め、全世界に広げましょう。一生ずるを背負って生きてもらいましょう。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。